どうも皆さんこんにちは、エマシです。今日もモータルシェル続きからやっていくんですけれども、ボスのリベンジ今日こそ勝たせていただきます。あっという間でした。ちょ、回収させて。いやー、全くわかんねー。いやー、きつで、こいつ攻撃に合わせてこうやってステップしてきてカウンターしていくんだよね。あれ、これ誘発させればいいのか、もしかして。もしか、気づいちゃった。あー、勝ち筋が全く見えない。これはしっかりガードを使った方がいいんではないかな。ここでガードを思いっきり使って、で、2発入れる。あ、これが安定かもしれない、もしかしたら。で、その後に突っ込んでくるから、思いっきりガードを使って、ガードした後、こうやって殴ると。よしよしよし、それは下がっていいやつ。いや、戦い方が分かったかもしれない。前半回避で後半ガード主体だな。よし。ゴイ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 。あ、ミスった。はい、オッケー、ナイス。このパリはでかい。で、パリした後隙がめっちゃ生まれるから叩き込むと。もう一回パリいける。その後に叩きつけ、ここにいける。はいはい、何やってくる。あ、オッケーオッケーオッケー。で、その後に思いっきりガードして受けて1、2で下がる。で、ここいけるな。ナイス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 。いいぞ、素晴らしい。なんか見えてる見えてる。ちょ、ウェルトキャップセットしとこ、一応。はい、一発かな、これは。ちょっと距離を、ずっと距離は開けておかないと、マジでいきなり詰めてくるから。詰めてくるな。オッケーオッケー。で、叩きつけ。で、ここに1、2、うわ、まあ、入んないか。うわ、まあ、まあ、合わせてくるな。あー、それ、オッケーオッケーオッケー。それ下がるやつね。危ない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 。よし、多分抜いたらもう大丈夫だと思う。あー、食らっちゃった。やべえ、まだ早かったか。見えないし。見えないし。ちょ、ウェルトキャップ使うわ。あー、自分の、あれ使えばよかったかもしれない。詰めてくるな。で、この後に、あ、やってこない。はい。で、叩きつけの後はチャンス。オッケー、初めて半分近く来てる。詰めてくるな。いや、詰めてくるなって言ってるのに。よし、くる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 。で、ここ一発。あ、当たった。素晴らしい。何やってくる？よしよしよし、それはあり。うわ、当たっちゃった。でも、ここガード使って、ガードした後に2発。危ない危ない危ない。で、回復。素晴らしいんじゃないか？ここ入るか？ナイス。よし、それは下がって様子見。もう近づかない。もうずっと様子見しよう。危なすぎる、これ。パリ一回いけるね。でかいでかいでかい。その後一発来ない。来ないときは一発殴ればいい、こっちが。これ下がるっしょ。で、月やってこないな。あ、月やってくる。危ない危ない危ない。二ついけた。ナイス。で、そのただつけの後はもう一発いける。いやー、来てる来てる来てる。ちょっとスタミナがない、スタミナがない。おすけ？すけ？詰めてくるな。あ、来るよ。来て、で、殴ってこないときはこっち一発殴る。ちょ、来るな。いいね。素晴らしい。危ない。あ、これはガードで受けて、1、2。よしよし、ガード回復してる。あー、もらっちゃった。これガードしよう。ちょっとパリしたいな。あー、でもしょうがない、これは。
ちょ、ベルトキャップ使おう、ここは。いいぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。詰めてくるな。で、月が来る。オッケー、こっち一発。新技とか来ないで、ここで。よし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 。オッケー、ずーっと待ってよ。もうずーっと待ってるだけでいい。いきなり月とか来ないで。うわ、来た！で、それを叩きつけ。で、ここがチャンス。うわぁ、ぼったれ。じゃあ、ここは、ちょっと落ち着いてウェルトキャップ使おう。来るよ。で、この時はガード。で、受けて2回。自分の魂回収したっけ？回収したら、1、2、で、その後叩きつけ。からの叩きつけ。1、2、よし、当たってる当たってる。近づいてくるな。いやー、ダメだな。ダッシュ攻撃入れたいけど、ちょっとここは入れられない。詰めてこないで、怖いから。行く！で、お前がやってくる。こっちも一発。よしよしよし。からの、それガードで受ける。受けた後2発。下がる。危ね。で、叩きつけが来る。はい。で、1、2発入れ。素晴らしい。オッケー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 。下がろう下がろう下がろう。カッコつけ申しの時はこれ氷だから。そろ、あとちょっとだで。近づかないよ、さすがにね。あ、来る来る来る。で、これはガードで受けよう。よし。1、2。危ない危ない危ない。で、叩きつけの後はもう一発。いけ！よし！やっといけたー！いや、きつかった。20回ぐらい戦ったぞ、こいつはマジで。あ、魂がある。これかな？無意味の一別。いやー、やっといけたー。よかった。あ、こういう風に感じに戻るのね。これ完全にこの氷のマップは終わりじゃない？これで。一番最初の、なんだっけ、なんかね、変な書物を読んだ時に、そう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 、娘がいるって言ってたんだよね。多分これだと思うんだよ。気持ち悪っ。え、気持ち悪っ。何もぞもぞしてんの。抽出、線。え、抽出？うわぁ！うわ、ぐるいぐるいぐるい。そういうゲーム？結晶の、なんていうの、線って呼べばいいのかな。わぁ、真っ暗。なに？なに？この線はゆっくりと溶けていく。へぇー。待って、行くとこもうないよね。あ。あれか。持ってけって。ほら、持ってきたよ。どう？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 そうそうそう。神が祝福でも受けてるかのようなら捨てようよ。最上。やっぱ一番強いやつだったんだな、ここのな。Each drop holds both transcendence and transfigurement。それほどの捧げ物を引きずり出せる魂と出会うのは等しい。I'm afraid I'm no longer fit for such work。恐れ多い商標。まあ一応女の子から出すってことを考えるとなかなかの、まあ、セクシャルだね。はい。はい。いやでも何かができるわけじゃないんだけどな。あ、ター回復してるな。ターじゃないけど。え、これ戻るの？これ。こっから上にまた戻れって？嘘でしょ。おっ、あ、痛い痛い痛い。いや、そ、うち、なんかそれは違くない？あ、もしかして崩れんのかな、これ。恐れ多いって言ってたから。早く脱出しようってことか。なるほど、なるほど。そうだ、そうだ、そうだ。崩れるから。なるほどね。
わ、いっぱい配置されてる。そっちじゃないな、こっちかな。どこだ、いでででででいでででででどこだ、ここじゃないかな、こっちかな。全然覚えてないよ。あー、上だ上だ。よし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 、いいとこまで来てる。ちょっと拾いつつ、かこれショートカットの方だから。あぶら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 、普段いなかったやつまでいるわこれ。で回収しつつ、ターンの塊いいね。あ、もう大丈夫か。うわっ、うわ、それは聞いてないな。でも回収できればいいや。オッケー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 。でこれ上で大丈夫。危ない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 、めっちゃいるめっちゃいる、危ない、めっちゃいるじゃん。スタミナ回復させて一気に、うわっ、びっくりした。まだ大丈夫よ、まだ大丈夫よ、まだ大丈夫、まだ助かるよ。よし戻ってきた、ここまで戻ってきた。うわ、ここにもいっぱいいるの。素通りさせていただきます。うー、危ない。ただちょっとこれは変え、ちょウェルトキャップ使って、もうここまで来ればもう、もう生きてる生きてる生きてる、びっくりしたびっくりした。いや戦う意味ないでしょう。もう回収するもん、もうほとんど回収してるし。でこれこっち側にいるから、オッケーオッケー、わかるわかるわかる、道わかる道わかる、いいよ。あとちょっとあとちょっと、めっちゃあとちょっと。ふー、ああこっからもうわかんない。でもいいはず、こっちかな。強化したいけど、オッケー。ちょっと待て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 、今スイープと話してんだから、ちょっと待て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 。あーす、さよならしちゃうさよならしちゃうさよならしちゃうよし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 、回収して、でこっちの武器に変えとこう、こっちの方が好きだから。こっちの武器で強化できるから今、あ、いけんじゃん。焼き入れ用さん、ああ、この武器強化できる。アップグレード。取得済みのアップグレード。厳密な捧げ物。ま、これを、一回やって、封印の再生が向上。ちょっとわかんないな。何の封印だかわかんないんだよね。とりあえずこれもいける。これでダメージ上昇いけるとでかいね。一番好きな武器だから、これが。で、これもアップグレード。あれ?アップグレード?あ、もういけないんだ。マックスなんだ。OK。うわ。どうしたんこれ。あれ、こんな死んでたっけ?なにこれ。ボロの殉教者の勝利。これ、いつでも呼び出せるやつよ、これ。違う?あ、そうだ。でもま、そうだよね。あ、殉教者の剣のやつだよね。なあ、ここでゲットするのか。一回あれか、ここクリアしなきゃゲットできなかったんだな。まあいいや。で、これ今まで鍵が必要だったってやつなんだよね。もしかして鍵って今、腰につけてる光ってるやつが鍵だったのかな。いや、なんか敵が強くなってる。うわ、やべえ。はい。はい。いや、でもこっちも強くなってるから。あ、中入ってる。あぶらぶらぶら。あぶらぶらぶら。大丈夫、大丈夫、大丈夫。もうね、もうスキルゲットしたから、毒状態になったら回復するんだよね。逆に。うわ、いっぱいいんな。あれ?あれまた中ボスいんの?うわ、いるー。普通になんかいる。
多分前戦ったやつと一緒だなあれ。お前もうモブ化になっちゃったか。さすがに上から攻撃は来ないでしょこれ。コウモリ、うわあ、普通にバレた。グリシャ、前もグリシャ一緒じゃねえか。オッケー。なになになに、なんかトロフィー出たけど、こいつを買ったってことなのかな。ただいま戻りました。やっと戻りました。だいぶ時間かかってしまったけど、これでなんか解放できるのかな。見つけたか、聖なる線を。お前ならやり遂げると思っていた。気をつけて扱え。その線は聖杯そのものである。ひどく脆い。それは神とどもの下では無下に扱われ、鎖無にキスだろう。その者どもは聖杯を遺跡で祭る身でありながら、最上の供物を貪欲にただ眺めているのだ。さあ次の遺跡を目指し線を持ち帰れ。それがいかに苦難であろうとも、聖なる線を持って戻ったなら、お前の色褪せた封印にまた新たな祝福をもたらそう。きつい。いちいち漢字が難しすぎたけど。これパリーのやつだよね。そうだ、パリーのやつが、パリー地名のやつが変わる、新しいのに、あ、そう、入れ替えもできるって、変更もできるってことだから、今まで多分、パリー地名で HP 吸収だったけど、結晶でしょ？だからもしかしたら、なんだろう、物理攻撃が上昇するとか、与えるダメージが増えるとか、状態異常にできるとか、そういう感じなんじゃないかな。まあ、後で試してみようか。もう気になるけどね、結晶っていうのは初めてだから。っていうぐらいかな。ああ、やっぱ変更できるからね。この HP バーの横のところ。これ今さっきまで赤だったけど、今白くなってるでしょ。これで変えられるみたいなんだ。まあでも、切りいいから、ここぐらいで終わりにしときますか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。